お待たせいたしましたわ。第11レース1着となりました桐山慶太郎選手ですわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。2連勝ですわ。まあはい、出来すぎですね、はい、今日のレース作戦はどのように考えてたんですの？まあ後方にならないことは考えてました。道中いかがでしたか？まずは赤番で宿口選手が行って、まあもう、はい、セオリー通り一回切ってからのレースです、はい、そしてバック4番手からのまくり、はい、昨日躊躇した分今日は行こうと思ってました。そしてラインワンツーも決まりました。そうですね、はい、抜かれなかったのは嬉しいです。2走した足の感じはいかがかしら？あ、もう特に問題ないと思います。お客様の声援は届きましたか？はい、おかげさまで1着取れました、ありがとうございます。昨日に引き続きの2連勝になりますが、コーチバンクはいかがかしら？あんまり、500好きじゃないんですけど、連勝できてよかったです。では明日決勝戦の意気込みをお願いいたしますわ。明日も1着取れるように頑張るんで応援よろしくお願いします。皆様、私あかり姫の無茶ぶり桐山選手にお願いしたいんですが、これは明日の決勝戦に取っておきたいと思いますわ。まあ遊びに来てるわけじゃないんで、はい、では明日の決勝戦楽しみにしたいと思いますが、桐山慶太郎選手でしたわ。